ティモシー・ルイス・ピーターソンは、アメリカ合衆国ワシントン州、ピアース郡ピュアラップ出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。現在は、フリーエージェント。2012年の MLB ドラフト20巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、6月17日に契約。契約後は3の A、参カの A-9 ブルックリン・サイクロンズで、プロデビュー。 15試合に登板して1勝1敗、防御率6.26、23奪三振を記録した。2013年は A-9 ブルックリンと A 級サバンナサンドナッツでプレー。A 級サバンナでは18試合に登板して1勝0、はい、防御率5.13、30奪三振を記録した。2014年は A 級サバンナで19試合に登板後、6月に、 A 級セントルーシーメッツへ昇格。A 級セントルーシーでは13試合に登板して2勝1敗、防御率5.70、26奪三振を記録した。9月1日には A 級ビンガムトンメッツでプレー。2015年は A 級サバンナでプレーし、16試合に登板して1勝、0敗にセーブ、防御率1.69、22奪三振を記録した。 2016年は AA 級セントルーシーで12試合に登板後、5月に AA 級ビンガムトンへ昇格。AA 級ビンガムトンでは36試合に登板して3勝1敗、1セーブ、防御率4.09、53奪三振を記録した。2017年は AA 級ビンガムトンランブルポニーズとトリプル A 級ラスベガスフィフティワンズでプレー。AA 級 ビンガムトンでは41試合に登板して5勝3敗、7セーブ、防御率1.14、53奪三振を記録した。2018年は、トリプル A 級ラスベガスで開幕を迎え、5月30日に、メッツとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のアトランタブレーブス戦で、メジャーデビュー。2回を投げ1打一失点1死球だった。月日に、 クリスベックを起用するため、トリプル A 級ラスベガスへ降格した。6月19日にメジャーへ最初をした。その後は、リリーフに定着。6月26日のピッツバーグパイレーツ戦では、メジャー初勝利を挙げた。しかし7月は、防御率12.54の乱調で、8月1日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。8月13日にメジャーへ昇格したが、 8月15日のボルチモアオリオールズ戦で2回を5アンダー4失点1、死球と結果を残せず、翌16日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。セプテンバーコールアップの9月1日にメジャーへ昇格した。この年メジャーでは22試合に登板して2勝2敗、防御率6.18、25奪三振を記録した。2019年5月23日に DF となり、 26日にマイナー契約で AAA 級シラキュースメッツへ配属された。6月9日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月16日に再び DF となり、20日にマイナー契約となった。9月30日に FA となった。ありがとうございます。